プレーナンバー4の19、佐藤建設、相手陣16ヤードからサードアンドゴール。タッチダウンまで16ヤードのゲインが必要です。タッチダウンまで残り11ヤード。インターセプト。クォーターバック21番。タッチダウン狙ったロングパスターゲット1番。しかしこのパスは広島がインターセプト。そしてエンドゾーンの中で倒れましたのでタッチバック、広島は自陣20ヤードからの攻撃になります。ターンオーバー。